はい、どうもー、ワンマイニックです、イデン。さあ、今回の動画はですね、2018年9月15日に開催されておりました。まあ、今月9月といえば、まあ、バスの日であるじゃないですか。9月20日はバスの日。まあ、それと別で、空の日でもあるんですけど、まあ、そんな中で東京の晴海ふ頭にて開催されておりました。バス祭りへ行ってきた動画です。では、ね、ちょっと VTR の振りのためにこんなことしております。では、続きをご覧ください。どうぞー。やっと京急バスは2/50で、これ新車でしょうかね。おお。これは素晴らしいですね。はい、2/50。おお。並んでますね。どうしますか。ちょっとこれだけ取って行っちゃいますか。まあね、今日はちょっと混んでるからね。お、京王ライナーのあれですね、これ。面白い。ちょっとね、今日は人混みが多いのでね、今日はちょっと速やかに移動しましょう、今日は。
ります。ご協力お願いいたします。バターをちゃんと仕入れもらった。そこまでやる気はない。ヨガってどうやって、そうそう、客船ターミナルのね、展望台より、ここはサブ会場ですね。ちょっと間違えて、あのホールとホールがある4階とね、乗り間違えました。はい、続いてやってきたのは、はい、ホールの会場ですね。後ろがスタンプラリーのゴールですね。おお、いるじゃん、マスコットのゆるからたち。お、すごい並んでますね。おお、すごいすごい、すごいな、はい、いかがでしたでしょうか。はいね、あの都営バスのね、あの部品とかね、まあ、売っておりました。まあ、研究バスも、まあ、の部品もね、まあ、ほんの一部だけでしたけども、まあ、様々の、なんだろうね、まあ、下の概要欄にね、記載されております通りのね、あの、バス会社やったりとかさ、あとはサブ会場にはさ、京王ライナーのモチーフにしたバスもいたり、まあ、なんの、いろいろありましたけどね。まあ、最後はね、過去にね、バス祭りへ行ってきた、ね、画像をご覧いただいて、で、スライドショーをご覧いただいてからのお別れとなります。ここまでのご視聴ありがとうございます。いいでん。された場合はご報告願います。